今日のコメント、はい、ガッツくん、青の絵馬配信やってくれるかな。青の絵馬は配信当日にやるよ。ストーリークリアするまで配信やるけど見に来てくれる？どうも、ハルガットです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ盛り上がっていますよね。そこで今回は32話の感想と今後の放送内容について見ていきたいと思います。じゃあ関係ないけど、一昨日青の円満の情報が公開されて、今日もアニポケプラス新タイトルが公開されていたので、動画にしたいものがたくさんあります。なんかポケモンって来るとき一気に情報来るよね。ねえ、というわけで、この最後は聞いててください。ライジングブロテッカーズの誰かが抜ける。昨日は第32話、ラプラスの思い、仲間の思いということで、前回の続きから始まりましたね。ゆっくり感想を交えながら順番に振り返っていきたいと思います。前回ライジングボルテッカスはとある場所で霧の中で迷った船を歌声で誘導し助けてくれるラプラスがいるという情報をダイアナから聞き、そのラプラスが六英雄のラプラスではないかということで海へ向かいました。すると噂通り白い霧が立ち込めて、ピンチの時にラプラスが突如現れ、歌を歌いながら船を誘導してくれました。そのおかげで船は無事に霧を抜けることができ、最初はそのラプラスに感謝をしていたんですが、結果的にそのラプラスは実は船を誘導する優しいラプラスではなく、他のポケモンたちと協力して船の食料を奪っていたことが判明しました。霧に関しても自然と起きたものではなく、わざとラプラスが白い霧という技を出し発生させて、船の人たちが困っている時にラプラスが目の前に現れて誘導、その間他のポケモンたちがホエルの上に乗って船に近づき食料を持っていくという作戦を行っていました。で、前回の最後にその作戦にフリードが気づき、霧が出た途端にキャップがボルテッカーで霧を晴らすと、ラプラスとホエルに乗ったポケモンたちの姿があらわになり、そこで前回は終わってしまいました。今回はラプラスとリコが目を合わせたところから始まったんですが、テラバゴスがラプラスに話しかけると、ラプラスが光り、テラバゴスもその直前に光ったため、リコはそのラプラスが六英雄だと確信しました。そのためリコはラプラスに、やっぱりあなた六英雄のと話しかけると、ラプラスはうつむき険しい表情を浮かべながら、なぜか仲間のポケモンたちに指示を出し反撃してきました。反撃してきたらさすがに戦うしかありません。リコとロイはミャオハとホゲータに技を出させて攻撃し、途中でダイアナとフリードもやってきて一緒に戦っていました。てかこれ見て思ったんですけど、ダイアナも相当バトルの腕立ちますよね。フリードと変わらないような無駄のない動きで戦ったら強いだろうなと思いました。で、話は戻りますが、すると無理だと思ったのか、ラプラスと仲間のポケモンたちは海へと帰っていき、ライジングボルテッカーズはそれを追いかけることに。追いかけている途中、フリードはリコたちにラプラスがやっていた本当の行動を話すんですが、これまで優しいと思っていたラプラスのイメージが一気に覆されたため、びっくりしていましたね。それはあんなに人々に感謝されていたラプラスが全然違う目的で動いていたとなると、誰でもびっくりすると思います。驚くのも仕方ありません。ただラプラスは人間に嫌がらせをしたいからこういうことをやっているわけではなく、あくまで食料を得るために仲間と協力していたため、ラプラスがやっていたことは本当に悪なのか、リコやロイと議論していた。ちょうどその頃、船はさっきのポケモンたちに追いつきました。追いついてみると、どうやら船は追いついたのではなく、ポケモンたちに待たれていたようで、またまた会場でのバトルが始まりましたね。会場戦ということで、今回フリードではなく、まさかのランドーが船を運転し先頭に立って大活躍。このブレイバーザギコは元はランドーの釣り船を改造して作られたものなんですが、海ということで水を得たギャラドスのごとく、ランドーが覚醒し大きな波乗りで対抗しましたね。普段は何もないところで釣りをしている不思議なおじいちゃんなんですが、この時ばかりははっきり言ってかっこよかったです。で、しばらくヌオーが一匹で戦っていると、相手の攻撃はやみ、その直後にラプラスが船の方へ向かってきて突進し、まさかの冷凍ビームで船の周りを固めて去っていきました。船の周り一帯を囲む冷凍ビームを見てもわかるように、このラプラスやっぱりかなり強い個体ですよね。そして船と比べてもわかるんですけど、でかすぎますよね。船が動けなくなってしまい、おまけにラプラスを見失ったため、ライジングボルテッカーズは困っていたんですが、改めてリコとロイはラプラスがどこに行ったのかを考えます。するとロイが海に浮かんだ木箱を見つけ、そのおかげでリコが何か思いつき、追いかけてダメならラプラスを待っていようという結論に至りました。その後リコはルシアスのベルトを身につけ、空の空き箱をヒントにラプラスたちのアジトを見つけ、そこでラプラスを待つことに。しばらくするとラプラスがやってきて、最初はかなり怒っていたんですが、リコがテラバゴスをラクアに連れて行きたいという思いを一生懸命伝えると、テラバゴスが泣き出し、ガラルファイヤーと巨大オリーバーが出てきました。それを見たラプラスはテラバゴスと何やら会話をしだして、その直後ラプラスが泣き出しルシアスの幻影を見せました。その幻影の中では、ルシアスは、みんなありがとう、ここは俺に任せて、俺は知らない、約束だ、ラクアと共に生きて、必ずもう一度お前たちと話していました。
ルシアスとロクエイユは何かが起き離れ離れになってしまい、離れる直前でルシアスと約束したからこそテラバゴスについてきてくれてるということが判明しましたね。リコの思いが通じ、他のポケモンたちとも仲良くなり一件落着。ちょうどブレイブアザギ号も凍った船を溶かし向かってきたため、みんなでマードックが作ってくれたドーナツを食べ、その後リコはラプラスに一緒にラクアに行きたいからついてきてくれないかなと頼みます。するとラプラスは周りのポケモンたちを見て心配そうな表情をしていたんですが、周りのポケモンたちが心配ないよと言わんばかりにラプラスを応援していたため、ラプラスはイニシエのモンスターボールに入りついてきてくれることになりました。ラプラスの仲間たちはというと、ホエレオの上に乗って去っていきましたね。その直後ホエレオが白い霧を出していて、意外とラプラスがいなくても心配なさそうでしたね。この後も元気に海賊としてやっていくんだと思います。仲間思いのラプラスのいいお話でしたね。ちょっと感動しました。いずれラプラスがこの仲間たちと再会できればいいですけどね。でラプラスが見つかって、これで六英雄が半分仲間になったということで喜んでいると、テラバゴスがパゴと鳴いて上を見上げると、なんとそこには黒いレッグザがいて、どうなるってところで今回の話は終わりました。来週はタイトルが直前まで非公開だったんですが、タイトルは方向の黒いレッグザです。あらすじはこちら。六英雄のラプラスに思いが伝わり一件落着と思いきや、突如空に現れたのはライジングボルテッカーズが追い求めていた黒いレッグズだった。バトルをしようと生き枠ロイダがエクスプローラーズのアメジオが乱入してくる。攻撃をされ怒るレッグズを前にピンチのリコたち、その時テラバゴスの体が輝き出し、ということで来週の話でいよいよテラバゴスがクラスタルホルムに変身しそうですよね。あとやっぱり、なぜ黒いレッグズが出現したのか、なぜアメジオはレッグズを見つけることができたのかってところも見どころなのかなと思いました。青の円満の配信開始直後なので、テラスタルホルムの秘密も明らかになりそうですよね。見逃せません。で、昨日はアニメ雑誌の発売日だったので15日以降のタイトルも判明しています。12月22日のタイトルはそれぞれの旅立ち、12月29日は年末なのでアニポケはお休みです。1月5日は今のところまだ未定となっていました。12月22日のタイトルに関してはそれぞれの旅立ちということで、最終回を思わせるような意味深のタイトルにも感じますし、リコとロイがライジングボルテッカーズを抜けてしまうのかとも受け取れるタイトルなんですが、おそらくここはさすがに年末なのでリコとロイそれぞれの旅立ちって意味で総集編のような話になるんじゃないかと思います。2人が旅をする決断という部分は本編のストーリーでもありましたしね。さすがに今のままでは物語が中途半端すぎますし、それぞれの冒険に向かいお別れみたいな展開はまずないと思います。ここで締めくくって、来年からまた新たなストーリーが進んでいくんじゃないかと思います。また年内には来年の新情報も来ると思うので、15日そして22日は絶対見逃せませんね。というわけで32話の感想と来週以降の話に関しては以上です。で、今後の考察ポイントについては、ルシアスはなぜ六英雄と離れ離れになってしまったのか、黒いレッグザは何をしようとしているのか、アメジオの調査能力の高さ、ここの3点なんですが、今後の話に関してはまた別動画で話しますね。お楽しみに。もちろんアニポケの動画も変わらず考察動画上げていくんですが、今後ゲーム関連の動画もたくさん増やしていこうと思うので、やってほしいゲーム動画をコメント欄でぜひしてください。皆さんは32話を見て何か思ったことありますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じで32話の感想と今後の考察ポイント、そして今後の放送内容についてでした。ちょっとでもスターチャン登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッドイー。